はい、動画これ引き続きですね、シャンペンのですね、温度差、それによるですね、紅葉の違い、冷蔵庫を使ったですね、それをちょっとね実験を開始していきたいなと、撮影日がね9月9日、これまあ何日間か渡ってに撮っていこうと思ってるんでですね、スタートはもう9月9日ですよということです。冷蔵庫の冷って書いてます。こっちのこの2つこれを日中は同じところに置いといて、夜間だけですね忘れずに、冷蔵庫に入れる、刺さねえな、冷蔵庫にね入れて管理する、そういう風にねしていこうかなと思います。まあ数日で結構結果が出ると動画を撮る方としてはこう、ありがたいんですけどね、ひょっとしたら何日かかかるかもしれません。そしてちょっと自分がイベントとか行ってる間はそれがね、ちょっとできないんで、何日間かはね同じような条件で、外に置いたまんまということにね、なるかもしれませんけど、はい、まあ、1、2週間で出るかなと。また動画の撮影上数日で出ると自分もね助かりますけどね。はい、こういう感じでねスタートしたいと思います。冷蔵庫の一角を閉めてこんな土があるんでね、家族から批判を浴びそうですけど、はい、動画のためにやっていきたいなというふうに思います。今からですね、スタートです。日中の置き場はねこの場所、冷蔵庫に置くやつとそうでないやつをこう日当たりにこう差が出ないようにですねこんな感じで置いてます。場所はカーポートの真下ですね、こういうところ比較的日当たりのいい場所、はい、こちらでですね管理をしていきたいなというふうに思います。はい、シャンペンをですね、冷蔵庫に入れての、寒暖差、それによるこう紅葉の差ですね、それの、実験、まあ、検証、比較ですけどね、スタートが、9月の9日ですね、9月の9日に、冷蔵庫に入れて、今日がですね、この撮影日が9月の15日、三重での谷友フェスタの前日ですね、この撮影後にですね、空港に行って、まあ前日の用意ということで三重の方に、ね、向かいますけど、それでまあ3日ぐらいですねちょっと家を空けるので、まあ9月の9日からまあ冷蔵庫に入れて6日間入れたんですね。でまあその結果を、今からですねお話しようかなと思いますけど、本当はね、10日とか、2週間とかねそこ辺ぐらいまでこう見ればよかったんですけど、3日間ちょっとなんかその、実験が止まるっていうかですね、そういったことになるので、まあ極端にこうさね差は出てないかなとか思いながらも、ここで一旦切りをつけようかなというふうに思います。まあ結果が早く出た方がですね、ご覧になった方もですね、じゃあ、自分もやってみようかなとかそういったことになるかなとも思いますんでですね、ちょっとね、結果を見ていきたいなというふうに思います。で、まあ、これ緑のこれつけてますけど、メッシュラックにこう棚のメッシュラックにこう2つ置いてるんですね。で、これとこれを、左側ラックの左側こっちとこっちを右側に置いてるんですよね。でこう目印でこうつけてます。だからこう緑がついてるのが向かって左手側に置いてます。こっちが、ついてないのが右手側、そういう風にね、置いてます。で、紅葉の比較実験なので、こっち冷蔵庫に入れてるのがこの、紫色のやつですね、このシャンペン、うん、こっちの方が、もともとちょっと色合いがね、淡い方、そっちの方がいいかなということで差を出すためですね、ハンデみたいなもん、うん、でこうやったんですけど、パッと見あれでしょ、こっちの濃くなりましたでしょ、こっちの方がかなり、こっちがかなり差が出たかな、うん、
随分こう変わってきました。これがですね、まあ6日間冷蔵庫に入れたんやけど、4日目あとぐらいからちょっとなんか変化がわかるようになってきたかなという感じです。6日経って、まあ7日目の朝か、9やろ。9、10、11、12、13、14、15。まあちょうど1週間。まあ実質的には、6日間ね、冷蔵庫に入れたわけなんですけど、かなりこう、ちょっと変わってきたのかなと思います。こっちの方が明らかに濃くなりましたですね。こんな感じ。こっちの方がまあ多少こう個体差っていうかあれがあるかもしれんけど、水のやり方は一緒です。一緒の量を上げてます。で、こっちがちょっとロゼットも閉まってますかね。まあ、寒い分、それもあるかもしれない。紅葉と、共に、まあそこら辺ちょっとあるのかなという感じですね。こっちやっぱ濃いでしょ。こっちまだこう、ロゼットのこう中心。ここら辺こう緑っぽく見える。こっちの方が、そうだね、ロゼットのまあ締まりもあるかもしれないけど、ちょっと下がる。こう見てみても、こっちのが明らかに濃い。こんな感じですね。で、こっちの方が、まあ、より出たかなと思いますけど、もともとこう、結構これ血しぶきが目立ってた。これね、冷蔵庫に入れた方がですね。これなんか、かなりこっちの方が色づいてきたかな。冷蔵庫に入れたやつの方がですね。うん、こういうふうにこうなってきました。ですから、これをですね、まあもうちょっと、まあ、先言いましたけど、実質は6日目、6日間入れた。うん、だからこれが、変化が出てきたのが4日目ぐらいですかね。うん、だからこれがあと4日間ぐらいですね。あと4日間ぐらい続けていくと、もっと差が出てきたかなというふうに思います。まあ実験のやり方として、例えば1日中入れてみたりしても面白かったかもしれんですね。うん、1日ずっと外に出して、1日ずっと冷蔵庫とかですね、そういうふうにやっても面白かったかもしれない。自分のやった手法というのは、大体ですね、朝6時から夕方6時までが外に置いてて、うん、で、夕方6時から朝の6時までが、冷蔵庫に入れてる。半日半日ですね、そういう感じで実験の方をね、やってみました。だから、まあ、これが、そういうことじゃなくて、1日外、1日中とかね。うん、そうしたらあれか、2日で太陽浴びるのが半日とか、半日か。外に出しててもね、夜は来ますからですね。そうなるとやっぱあれか、少し、日光不足になるかもしれませんね。そうするとですね。うん、ですから、なるべく日に当てて夜だけ冷やす。夜間ガッと冷えると、うん、これからどんどんやっぱ気温も下がってきて、日中との寒暖差、これが出るとですね、紅葉が深まるので、あ、やっぱいいか、ね、そういうやり方の方が、半日外、日中は外、夜間は冷蔵庫、そういうやり方の方が、やり方が、一番ね、結果が出るのかなというふうに感じました。はい、ということでですね、まあちょっとね、こういうことでやりました。まあもうちょっとね、やると、パッと見でもね、分かったかなと、うん。そういうことになるかもしれませんけど、はい。随分変わってきたなというふうに思います。はい。ということで、本日の動画はですね、これで終了します。育成のですね、何なりかのこう参考にしていただけるとありがたいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。